こんにちは、ヘルバスファームです。今日は同じ時期に仕入れたパキプスを別々の遮光率、また異なる環境に置き、それぞれの枝や葉がどのように展開していくのかを比べてみましたので、その違いをご紹介したいと思います。ちなみに今回は発根管理後の株を使い、根が回り始めたタイミングで行っております。とりあえず根は出たけど、その後メキメキ枝や葉を展開させるならどんな環境がいいのかと、置き場所に悩まれている方の何かの参考になると嬉しいです。では本日の内容としては、検証環境と使用した株、検証結果になります。なお今回の結果はそもそもサイズが異なる株を用いておりますので、当然潜在的な個体差もあると思いますし、僕の環境だからこうなったということも大いにあると思います。なので検証結果は僕の感想程度のものになりますことをご了承ください。それでは本日も見ていきましょう。ではまずはどんな環境に分けて検証したのかをご説明いたします。今回は3パターンに分けてみました。1つ目の環境は屋外の屋根ありの場所で遮光率 40% 程度で管理した株になります。2つ目の環境は1つ目と同じ場所ですが、こちらは遮光率 10% から 20% 程度とあまり遮光せず管理してきました。最後は室内で LED 管理した株になります。こちらはおよそ 1.5 万ルクス程度の光を12時間照射し、特に温度管理はせずに昼夜問わず28度くらいの温度で管理しました。そして今回の検証で使用した株がこちらの3株になります。この大株2株は同じような時期に発根したと思われます。こちらの小さめの株はもっと前に発根しておりましたが、検証前に植え替えを行い、条件は似たようなものにしております。ちなみに冠水や葉水などの管理は屋外管理株2つが同じタイミング、室内管理株は乾きが遅いので冠水頻度は屋外株に比べれば少なかったです。ではまずは検証前の姿をそれぞれ見ていきましょう。まずはこちらの大株、そしてこちらが中サイズの株、そしてこちらが一番小さな株になります。どれも今の状態と比べるとまだまだ葉数も少なく、ほぼ裸のような状態であったことがお分かりになると思います。では突然ですがここでクイズです。どれがどこの場所に置かれ管理されてきたのか予想してみてください。答えは屋外遮光率 40% 管理の株がこちらの一番大きな株、そして屋外遮光率 10% から 20% 程度のほぼ直射日光下の管理の株がこちらの株、そしてこちらの一番小さな株が室内管理株になります。成長の様子はこの後検証結果で見ていきますが、パッと見でどうでしょうか。どれが一番成長したと思いますか。なお今回は自然の状態でどれだけ変化が出るのかを見たかったので、冠水や葉水以外は剪定など何か手を加えることはしておりません。ではそれぞれどのように成長したのかを詳しく見ていきましょう。ではまずは室内管理株から見ていきたいと思います。もう一度検証前の状態と比べてみましょう。いかがでしょうか。結構葉が展開しもりもりと茂ってきているのではないでしょうか。枝も数える程度ですが何本か展開し伸びていっています。 LED でも十分に葉、枝が展開しますね。では続いて遮光率 40% 程度で管理してきたこちらの株を見ていきます。個人的にはこの株が一番成長したと感じています。というのも室内管理株もよく葉を出しましたが、こちらの株は葉が展開するだけでなく新しい枝も数えきれないほど旺盛に伸びましたし、伸びた枝もがっちりとしており、毎日見ている僕でもよく成長したなということがよくわかります。
最後に遮光率が 10% から 20% 程度と一番遮光しなかった株ですが、こちらも枝がよく伸びたものの葉の密度が他の2株に比べると弱い印象です。見た目にすぎませんが、結果として今回の検証で一番成長したのは屋外の遮光率 40% 程度の株、そして次に室内管理株、最後が遮光率が一番低い株という結果になりました。それぞれの成長の様子を比較してみると、室内管理株と一番成長した株を比べると葉の展開という面においてはそう変わりはありませんが、先ほど伝えしたように枝の状態に差が出たような感じがします。室内管理株も枝を伸ばしていますが、屋外管理株と比べると少し貧弱な感じがします。また枝の展開も圧倒的に大株の方が旺盛でした。ただ特徴として室内管理株の葉の色が一番濃く成熟したパキプスの灰色に近づいた印象です。そして一番成長を感じられなかった株に関しては、こちらも大株と同様に枝は旺盛に伸びたものの葉の展開がそれに伴いませんでした。発根後根を回している状態で強い光がストレスになったのかなという印象です。実を言うと一番成長した大株も検証前に倒してしまい、根がほとんどちぎれてしまい、かなり心配していたのですが、結果として遮光下で養生させつつ管理したことが功を奏したのかなと思います。最後にもう一度今回の結果をまとめると、どの環境でも展開はするが、今回の僕の環境で一番良かったのは屋外に置きしっかりと遮光して管理した株、こちらは健康的に枝も伸び葉もよく茂りました。続いて室内管理の株、こちらも展開はしたものの屋外管理株に比べると枝の質が少し軟弱に見える。そして最後が屋外でほぼ遮光なしで管理した株、発根したての状態では強すぎる光はストレスになるということが分かりました。お伝えしたように今回の結果はあくまで僕の環境下での話、そして個体差によって結果も変わってくる可能性があること、ご了承ください。今回は発根後の株を異なる環境に置き、それぞれの成長の様子を観察してみました。アガベもそうですが、いくら強光を好む植物だからとはいえ、根を回している状態ではまずは養生させることが大事ということがよく分かりました。今度は一番成長が弱かった株を遮光下に移し様子を見てみたいと思います。またせっかくなので剪定も行い、さらにどのような変化が出るのかを検証していきたいと思います。その様子はまた別の動画でご紹介いたします。では今回はこれで以上になります。この動画が参考になったと思ってくださった方は高評価、チャンネル登録をお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。